まりました、夢っぷいってこせシーズン3 大拍手ありがとうございます。はい、発見福島公式アンバサダーの夢っぷこと柳井夢菜です。今日もたくさん福島の魅力を皆さんにお届けしていこうと思います。イエーイ。はい、こちらなんですが、どこかわかりますか皆さん。綺麗な空広まっておりますけれども、こちらはですね、福島が誇る湖、猪苗代湖になります。淡水湖では日本で3番目に大きな湖でして、冬になるとね、白鳥たちが飛んでいて、白鳥が舞う本当に素敵な湖になっております。ちょうど12月頃から姿を見始めるので、皆さんぜひぜひ行ってみてください。そしてですね、今日も発見福島キャラバン隊のチームメッケーズからこのお二人が来てくださっています。どうぞ。どうもメッケーズのレディーファースト担当、菅野亮太です。よろしくお願いします。イエーイ。メッケーズのチェッコ担当、豊崎リリーです。お願いします。ちょっとお願いしま す, い, しますいきなりこれ。緊張してます。まだ全然緊張してませんよ。任せてください。もう慣れました、はい、慣れました、はい、はい、早速ですが、今回ご紹介する福島の名産品は、はい、常磐ものでございます。出た、常磐もの。常磐もの美味しいんだよこれ、お魚ですね。常磐ものとは、福島県浜通りと茨城県の沿岸地域で採れる水産物の総称。この地域の海は黒潮と親潮がぶつかる潮目であり、黒潮とともに北上してきた魚が親潮で発生したプランクトンを食べて繁殖するため、質のいい魚が獲れると有名なんです。常磐ものちなみに何がお好きですか？常磐ものは私、メヒカリの唐揚げ大好き。あ、大好き。美味しい、ね、美味しい。では本日も元気いっぱい頑張りましょう、はい、頑張りましょう、頑張りましょう。おお、メッケ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 。さて、到着しました、はい、あそこなんですが、あちらの建物で今日ロケをさせていただくのですが、ある人を育てる専門学校なんです。さて、どんな人を育てる専門学校でしょうか？いやいや、分かりますよ。分かる、分かしてくださいよ、はい、和食の料理人さんですね。正解でございます。やってきたのは、東京世田谷区にある東京寿司和食調理専門学校さん。今日はこちらの学校で常磐ものを勉強させていただきます。すみません、では本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま す。本校で広報をやっております、アンと申します。お願いいたします。お願いします。はい、入ってすぐのこちらなんですけれども、はい、学生たちが実際のお客様を招いて直接接客をしながら料理を提供するっていう授業を行う場所でございます。カウンターになってますね。こちらの学校は寿司、和食などの基本調理はもちろん、接客も学べ、本格的な料理人を目指すことができる和食に絞った唯一の認可専門学校なんです。すごいですね。学校なんですもんね。はい、はい、今ちょうど2階で1年生が実習やってますので、2階にご案内いたします。なんかお出汁みたいな匂いがする。うん、いい香りしてきますか。いい香りする。あ、すごい。お、こちらから。はい、で、大きい魚が鼻の中もちょっと拭いてあげないとめちゃくちゃになっちゃいます。で、あとは三枚におろしていただいた味。めちゃ重要です。いい子やると余計取れないですよ。引くだけ引くだけです。すいません、はい、すいません、急に、はい、これはどういう授業なんですか？今日は実習授業になって、調理実習で、先生がこういう風に作りますよっていうのをみんながこれ聞いて、その後みんな同じものを作るっていう授業です。あ、実際にやるんだ。へえ。これは骨抜いてるやつ。骨抜くのは大変なので。こちらは和食調理室。一流の職人からプロになるために必要な調理方法を学べる場所なんです。あれがね、ああいうのは見たことないくないですか？あれなんだろう、焼く、グリル、うなぎとか焼くやつじゃないですか？家庭科の授業とかとは違って、いろいろ焼き物だったりとか、串の焼き物だったりとか、お魚だったりとか、うなぎとかもやったりしますね。あ、はい、焼き鳥だったりとか、あ、そういう、はい、あー、すごい。あ、こんにちは。こんにちは。お願いします。
司って皆さん、ね、お待ちしてました私がこの学校でお寿司を教えてます菊池と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は実習の授業を兼ねて、皆さんに、常磐ものの魚、生徒が調理をした魚をですね召し上がっていただければと、こちらにいる学生がいろいろとお手伝いをしてくれますのでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。まず作る常磐ものは、身光とあんこうの唐揚げとあら汁になります。やばい、ほら身光の唐揚げ大好き。ではどうぞ。失礼します。わすごい、わお魚すごい。ではこちら、これが常磐ものですね。ヒラメ、それからノドグロ、ホウボウ、これからおろすところ。美味しそう。はい、常磐もの魚のいいところっていうのは、海流によって身の締まりが良くてですね、非常に甘みのある魚が多いというのが特徴になります。で今彼らがおろしているホウボウ、それからヒラメ、ノドグロなんですけども、これも常磐もの今日仕入れてますので、すごいかっこいいですね。なんかこうやって調理前の常磐もの見るの初めてだけど、めっちゃ身引き締まってますね。あ、すごくね、身の締まりはいいですね。あ、やっぱそうなんですね、はい、皆さんはなんか夢とかありますか？そうですね、自分は地元に帰ってお寿司屋さんに就職することが決まってるんですけれども、はい、まあ、そのうちゆくゆくは自分でお店を開いてお寿司を提供できたらいいなって考えてます。彼実は北海道出身。北海道、はい、うわーすごい。夢は、自分の料理店を作りたいです。地元で、あ、中国。中国で、中国から来られてるんですね。うわー、日本料理好き、はい、はい、好きです。実際とあんこうの唐揚げになります。うわー、すごい。そしてあら汁になります。おいしそう。ありがとうございます。ありがとうございます。おいしそう。僕たちじゃできない盛り付けですよね。ね、おいしそう。もうほろほろ、お魚の、ね、美味しい。これすごい香りと、そしてしいい油がさ、出てますよね。もう何杯でもいけちゃう。なんか美味しすぎる。やっぱ野菜だけでのお味噌汁と全然違うっすね、やっぱ。ね、全然違いますね、では、メヒカリとあんこうの唐揚げもいただきます。メヒカリからいきましょう。あ、音が、うめえ。いただきます。うめえ、おいしい。すごい、プリプリというより本当に引き締まってるって感じですね。本当シンプルな塩コショウだけどめちゃくちゃ美味しいです。素材がいいと味付けしなくても、香ばしい、とっても美味しいです。2枚目いっちゃったあんこうもいいですか、はい、あんこうもいただきます。うまっ、めちゃくちゃ気になる。目がもうホロホロです。プリプリ、最高。飲み込みたくない、ずっと噛んでたい。行かないで。おいしい、本来の甘みとか、すごい感じる。ね、これ塩コショウもう結構こだわりあるんですか？あんまり塩が強すぎるとその魚の味とかわからなかったりするので、まあ多少下味っていうのも、まあ味付けっていうのは意識してます。うーん、お魚の塩分もあるのかな、ちょっとだけ。あ、なんかそれちょっと感じるっすよ ね、中の方の、そう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 、身の方から自然な
はい、では続いて常磐もののお寿司になりますので、これは切り方のコツとしては包丁を大きく動かす、そうすることによって魚の細胞を潰さずに煮付けができると。これ皆さん授業中気をつけてることとか。全部考えるってことを意識してますね。なんでこれをこのサイズで切るのかなとか、そういうことを考えながら切ってます。先生 その手元とかをどの授業でも近くで見れるんですけど、そのお店に行ってすぐに大将の隣で見ているわけではないので、先生の技術はすごいですし、自分の中に取り込めるようにすごく実習の先生のものをすごい見るようにはしてます。なんかちょっと恥ずかしいですね。こうやって目の前で見られるの緊張しないですか？はい、まず最初に中トロから握っていきます。これ握り方のコツとかってあるんですか？そうですね、力を入れずに指で形を作って、その中にお寿司を収めてあげると。わあ、すごい。これお米は会津のお米を使っております。福島県産の。おお、はい、嬉しい。かっこいいな。超綺麗です。かっこいいな。学生さんたちが職人顔負けの握りで本当にびっくりしました。皆さんすごい。おお、美味しそう。じゃあお待たせしました、常磐ものの握りになります。うわー、ありがとうございます。すごい、超綺麗ですね。うわー、すごい。食べんのもったいない。感動する。もったいない、これ食べんの。ちょ、切るところから見てるとより感動しません？いや、本当に、ね、本当に。何からいっていいですか？あ、もう白身から、ヒラメから召し上がっていただいて。ヒラメから、失礼いたします。お先に。来ました。うめー、おいしい。食べ応えすっごいです。もうネタが超大きかったんで、もう幸せ。ではアナゴいただきます。大きい。うん、美味しそう。うめっ、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。風味はやっぱり他の生魚とはまた違って甘いんですよね。多分タレの甘さももちろんあるけど、アナゴ自体の甘さだったりとか、シャリもだし、そのネタもほろほろほどけていくので、口の中でこう一体感があって、自分たちでおろして、で学校で自分たちが炊いたやつを出したので、もうそこは一押しというかして。いただきます。うん、うん、おいしい。おいしい。甘いです。旨味が広がって、ね、もうわさびも甘いね。サーモンとしっかりマッチしててすごく美味しいです。いや、うわ、おいしそう。うん、うん、うん、うん。あ、二段階来た。二段階。うん、途中からトロの部分が来ました。甘さもありつつ、程よい脂乗ってて、ご飯ともすっごいマッチしてます。会津のお米、さすが。わっ、今絶対一番美味しい。こちらのブドグロなんですけど、ガスバーナーで皮面だけ炙って、その香ばしさと脂身と一緒にいると。こだわってる。香ばしさが出るんですね。こだわりが詰まってる。いただきます。わ、食べたい。うん、すごい、すごい、目キラキラしてる。うめっけー、うめっけー。やばい。いや、もう本当にちょっと閉じた瞬間からもう香ばしさ、うわー、きて、
もう絶対わかります。もうめちゃくちゃ香ばしい。え、来るでしょ。うわ、ま、すぐ来る。本当に。うん。うん。うん。めっちゃ美味しい。そして油すごいね。うんうん、香りもすごいね。まあ、美味しいわ。でもこの炙りの香りが本当に好きで、まあ、美味しいわ。まさか嬉しそう。はい、今ね食べていただいているお寿司はですね、お魚祭りでもですね、うん、召し上がっていただくことができます。は、う、い、ん。アンコウとメヒカリの唐揚げです。アラチルですね。この3点になります。あ、また食べれるんだ。ね、嬉しい、はい。嬉しい。これはぜひ皆さんにも食べてほしいので、ぜひお越しください。それでは皆さん、美味しい美味しい常磐もの、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。そして11月23日から4日間、東京のお台場で今回ご紹介した常磐ものを味わえる発見福島お魚祭りが開催されます。海鮮丼やお寿司など贅沢なラインナップでお届けしますので、ぜひお越しください。また福島県産品を購入できるオンラインストア福島市場では、12月17日まで最大 30% オフとなるキャンペーンを実施中です。詳しくは概要欄の URL をご覧ください。さらに発見福島公式 LINE アカウント福島応援隊では、福島県産品のイベントやお得なキャンペーン情報などを発信していますので、友達追加をしてチェックしてみてください。それではバイバーイ。